ヤピンはもう必ずこっちが下げるんで、ユンボでこうやってて、そのこうなっててこっちが空滑りするようではこの形が悪いということやから、こっち側を下げていって、それでもうまあ片手でも、もうピッ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 とこう正方切っていったらシューッと曲がるような、そんな感じに作っていく。これやったらあの低温来てもこっち側であのスタックするはず、こっちが下げる。今のもじゃさんのおるとこね、あそこのとこをこっち側からしたら20センチ以上は下げなあかん。切り取りがすごい高くなるんですけど、これはもうこのままで。いや、まだ積みましょうか。あ今回は、いや、石垣積まないです。丸太で積んで、あのお茶の木植えましょう。おお、すごい。この間お茶の木植えていって、それでみんなで買って、こんな綺麗な緑になるはずですよ。すごい。めっちゃ急斜面のお茶やん。急斜面茶、急斜面茶。これをあのちょっと今回置き直しますよ、また、それがあったらまずいですか。もうちょっとたくさんあの、こっから落としたら早い。それでこういってこっちからこっちから、でも刺さらないえ、でもええ、清水さんがようなものすごい、あ、明日だけ来はんねんけど、あ、じゃあ清水さんよ、こんな良い石を一人でよう持ちはるような、明日だけ、これ積むのにはいい石ですよね。かっこいい、したらよろしいです。あの今こんだけやったら全然足らへんから、どっかであの間伐した材が出てきた時にこの辺貯めておいてくれたら 1.2 年経っても腐っても大丈夫ですから、あの積んでいったら。